どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザーです。バージョン 2.2 の後半戦スタートしましたね。新キャラのブートヒルがついに実装というところです。ブートヒルに関しては、ストーリーでも急に入ってきたキャラだったんで、誰ですかみたいな状態が多かったですが、独自のセリフ回しが面白いキャラで、とても印象に残ったのかなと思います。何かとね、かっこいいモーションとかも多かったですからね。で、今回はいつも通り運任せのガチャをしてブートヒルが引けましたので、実際に使ってみて感想を話していきたいと思います。今回のブートヒルに関しては、育成素材が足りなかったっていうのもあるため、レベル70の撃破特攻180で育成を進めていきます。公演水は正解巡行で、奇跡は1、8、6、8となります。異物に関しては、時計や怪盗のセットとタリアになります。撃破特攻型にしていますね。撃破特攻の数値が低めにはなっていますが、今回撃破編成でその悩みをバフにより解消されるので、それはそれとして解説を進めていきたいと思います。意外とバフで300ぐらいは漏れます。それでは、ブートヒルの性能を簡単に紹介したいと思います。まずは、単体特化の人生削りアタッカーというところです。ブートヒルの特徴とは何といっても人生削りですね。ある程度人生値が高い相手でも強化攻撃と必殺技で大量に削ることが可能です。必殺技の後に強化攻撃をすれば確実に人生を削ることが可能になるため、ボスの大技の前などに動きを止めるってことが可能ですね。人生値が低い相手はもちろんですが、精鋭やボスといった硬い相手でも強気に攻撃を仕掛けれるのがとても魅力的というところです。ちなみにですが、ルヴァン・メイがいれば、さらに性能を伸ばすことが可能となり、必ず入れておきたいところというところもありますね。この二人が組むとかなり削るの早いです。続いては弱点撃破後がめちゃくちゃ強いという点です。人生削りの強さと相まってさらに性能を伸ばしているのが弱点撃破ダメージです。人生削りの後は1回のみその弱点撃破ダメージが発生しますが、ブートヒルはさらに弱点撃破ダメージを与えます。これがブートヒルの火力源となっており、人生削りさえしてしまえば一方的にダメージを与えることが可能となります。今回のブートヒルでレベル差があっても10万以上のダメージを出しているので、それはこのおかげかなというところですね。続いては、必中弱点付与で必ず有利にできるという点です。必殺技に関してですが、実装前と同じで物理弱点を確定付与という風になっています。これは銀狼よりも優れた能力で、物理弱点に関してはかなり優秀なキャラクターとなっていますね。どの敵に対しても必殺技、スキルの手順で行動すれば人生削りを大きく減らし、さらに弱点撃破ダメージを与える機会が増えるというわけです。味方が物理弱点をつけるなら恩恵は大きい部分ですので、かなり優秀な性能と言えますね。ブートヒルの性能についてまとめてみると、人生削りとその後に長けたアタッカーというのが特徴となります。人生削り切った後が強いというのが本当に大事なところですね。それでは、ブートヒルの性能がまとまりましたので、それで可能な強みや魅力というのを話していきたいと思います。これに関して話していくと、多分ブートヒルのガチャを引くメリットの部分になってくるかなと思います。まず一つ目、単体に対して強気に攻めれるという点です。ブートヒルの魅力が弱点撃破になりますが、一番はターゲットを自分に集中させるという部分です。そのため、倒したい敵に対して味方が攻撃を受けることを避けれるため、ブートヒル以外の生存力がアップするという一面がありますね。また、スキルが発動すれば、被ダメージアップもお互いにあるため、火力のご利用しができれば一方的に叩きのめすということは可能です。人生削りについては、ボスでも数値が固定されているので、計画的に攻撃することができれば、かなり強い怠慢が張れるというのが特徴です。これは耐久枠さえ育っていればすぐ使えるアタッカーとも言えますので、扱いやすい部類だと言えます。続いては、編成が固定で使いやすいという点です。ブートヒルの編成については、自身が撃破特攻でダメージを出すため、撃破を活用した編成と相性が良くなっています。まず、相性がいいのはルヴァン・メイで、人生削りの強化と撃破特攻バフで火力をアップすることが可能です。さらに、超撃破を狙うなら超和主人公もありですね。時計屋を4セット装備していれば、バフも手に入ります。あとは、耐久枠にアベンチュリンや復元で固めたり、ホフォアやギャラガーで長期戦に強くしたりするのがベストというところです。ルヴァンに関しては、所持状態によって組みやすさは変わるっていうのはありますが、他のキャラは比較的持っている方が多いのではないかと思います。
まあ、ルアンそろそろ復刻しそうな気もするのでね、そういった神輿ではある意味相性がいいキャラとして出てくるのは期待が高いと思います。またルアンに関してなんですけど、代わりとしては節意などを入れて超撃派編成、まあ、ダブルアタッカー編成ですねっていうのをしてみるのもいいかと思います。続いて育成の手間がかからないという点です。ブートヒルに関しては個人的に魅力を感じたのはこの部分ですね。今回のブートヒルの性能を振り返ってもらうといいんですが、まだまだ育成途中の段階です。異物については厳選はほぼできていませんし、高円錐は撃破特攻が上がるものがないので控えめな性能となっています。ですが編成さえしっかりしていれば、育成が中途半端でもグラニア12をクリアすることが可能です。しかもこれ物理弱点相手ないですからね、本当手間がかからないと言えます。また編成のメンバーも似たような異物を周回するため、そういった面から見ても育てやすいキャラと言えます。ブートヒルに関しては性能面の強さから来るお手軽さの部分もあるため、プレイしたての方とかにはおすすめかなと思います。それではブートヒルの良さも分かってきたかと思いますので、扱う上での注意点についても話していきたいと思います。これに関しては僕自身がプレイ中に感じた欠点だったりもします。なのでガチャを考えるきっかけになるといいかなと思います。まず一つ目です。弱点属性付与できるが必殺技依存が強いという点です。ブートヒルの強みとして必殺技を挙げてきましたが、それは万能ではないというのも押さえておくといいかと思います。まずブートヒルは相手と必ず対マンをして火力を出す場面というのが出てきます。これは物理弱点がもともとついてるなら最初から有利というところなんですが、そうでもない敵の場合は必殺技の後でしか攻撃を仕掛けにくいという場面が多くなります。下手に対マンをしてしまうと、相手の弱点をつけないまま自分に火ダメアップのデバフに苦しめられて倒れるというところがあるからです。そのためターゲットを決める際は必殺技の溜まり具合を把握し仕掛ける必要が出てくるというわけですね。必殺技を使えば強いんだけど、使えないと逆に相手から守られることがありますので注意が必要です。この点に関しては銀色を使って物理弱点を無理やりつけたりとか、味方に頑張ってもらうというのが大事なところになるかと思います。続いては耐久枠でブートヒルの強さが変わるという点です。ブートヒルについてですが、戦闘中はほぼ火ダメバフが自身についてると思った方がいいです。対マン同士の場合なら自身はマイナス 15% というところなんですが、対マン中に他の敵から攻撃を受けるとマイナス 30% と高ダメージを受けてしまいます。この差がかなりきついんですよね。そのため常に回復やバリアを張っておく必要があり、ブートヒルを生存させる必要が出てきます。敵によっては不減や保護では間に合わないということもありますので、アベンチリーなどのバリアがいい場合もありますね。これは敵次第というところです。耐久枠がしっかり仕事をしていないとブートヒルがあっという間にやられますので、編成を組む際には気をつけるようにしましょう。とにかくブートヒルに関しては特化した性能に合わせてそれによる代価というのが発生します。攻撃面に関しては弱点属性と必殺技に依存するので、ターゲット選びとタイミングがとても重要です。またそのタイミングを伺うにも、耐久面がなければ長期戦に向かないアタッカーになるので、編成もかなり大事だなというところになりますね。まずは装備についてです。高円錐から見ていきたいと思います。高円錐のおすすめとしてはモチーフ高円錐が一番ですね。二度目の生に向かってというところです。撃破特攻が唯一アップする高円錐となります。さらに防御力無視もついており、弱点撃破ダメージと火力でご了承ができる高円錐というところですね。続いて2つ目、星3の高円錐ですね。撃破特攻をアップする高円錐がないため、速度を漏れるこちらは意外と相性が良く優秀なものとなっています。3つ目は星4の論剣です。これはモチーフ高円錐以外ではブートヒルと相性が良くなっています。単体に対して攻撃を繰り返すことが多いので効果を発揮しやすくなってますね。またブートヒル自体強化攻撃がヒット数多いので相性良くなっています。最後に星5の正解巡航ですね。単純に回心率がアップしたり、敵を倒した後に攻撃力が上がるため、回心と回心ダメージがある程度高水準で維持できるならありな高円錐というところです。まあ、ポイントとしてはモチーフ以外は実数の性能アップではなく、その他の効果を伸ばすものを選ぶといいかと思います。まあ、特殊効果というか敵を倒したらとかそういうものですね。ポイント2としては速度が重視されるキャラクターとなってますので、速度アップする高円錐はつけておくといいかと思います。続いて異物のおすすめです。おすすめ1つ目は時計屋と怪盗です。
撃破特攻を盛るのが大事なので、時計屋と回答を合わせることが撃破特攻の数値を上げやすくする方法となります。4セットもありなんですが、2セットで効果を狙うのもありかと思います。続いて2つ目はメッセンジャーと時計が回答です。メッセンジャーと組み合わせることでオーナメントのタリアの速度を満たしやすくするというところですね。ルアンを編成する場合は優先度は落ちそうというところです。続いてオーナメントのおすすめです。おすすめの1つ目はタリアになります。撃破特攻の数値を伸ばすならタリア一択というところですね。ブートヒルは攻撃回数が重要になるので速度も持っていきます。それと相性がいいというところですね。2つ目のおすすめとしてはグラモスになります。正直この枠に関しては撃破特攻アップするものがないので気にしなくても大丈夫です。まあ、ついでに攻撃と通常攻撃をアップしておく、まあ、つなぎようというところですね。正直タリア一択です。続いてメイン捨てのおすすめです。銅に関しては会心防御 HP、 普通に関しては速度、弾に関しては攻撃防御 HP、 縄に関しては撃破特攻となります。サブ捨ては撃破特攻、速度、会心率の順になりますね。で、前回ここに関しては予想の時会心とか攻撃が後ろの方に来てたんですけど、まあ、そもそも耐久がめちゃくちゃ下がってしまって味方頼りになるので、まあ、もっと火力を上げるという意味では会心とか攻撃とかこういったものを上げるのがいいかと思います。ただし縄の撃破特攻に関しては必ずこれですね。これを変えると火力が落ちてしまいますので気をつけてください。続いて理想のステータスです。 HP は3200以上、速度は145以上、撃破特攻は 300% 以上、防御力は1100以上がいいかと思います。撃破特攻に関してはダメージと回心バフを最大限もらうために 300% は欲しいところとなります。もちろん厳選をかなりしないといけないので、装備では目指せない場合は味方のバフも活用して目指すようにしましょう。まあ、今回のブートヒルに関してなんですけど、レベル70で撃破特攻180でしたが、味方のバフを活用して300にはなってます。まあ、そういった方法もあるということですね。続いてブートヒルの編成についてです。今回は3つほど紹介したいと思います。まず1つ目、超撃破編成です。ブートヒル、昭和主人公、ルアン、ギャラガーとなります。ギャラガーの部分は耐久枠だったら誰でもいいです。簡単に火力を出すなら超撃破編成がおすすめです。異物の揃え方も同じものが多いため育成面においてもかなり楽っていうところですね。ただしルアンがいないと人生削りの面では苦労するので注意が必要です。続いてはダブル超撃破編成となります。こちらの編成はブートヒルだけでなく他の撃破特攻型のアタッカーとダブル編成をするというところです。SP 消費がとても激しいので耐久枠の SP 管理が非常に難しくなっていくというところですね。なので不言やフォフォといったキャラを入れておくといいかと思います。最後にブートヒルアタッカー編成です。この編成に関してですが、ブローニャで火力の補助をしながら攻撃の回数も増やしていきます。なので物理弱点の敵と戦わせて一気に倒すのに向いているというところですね。フォフォとの EP 回復とも相性がいいので、これはブートヒルともかなり相性がいいというところになります。それでは初日のブートヒルのガチャ評価とおすすめなどをまとめていきたいと思います。今回のブートヒルガチャについては、個人的にはアタッカーが不足しているならありという感じになります。今回ギャラガに関してなんですけど、単純にストーリー見て好きだったので引いてるんですよね。そのため汎用性とか性能面を考えて見ていくと、アタッカーが溢れているならそもそも必要性はなかったなっていうふうに思ってます。他で代用できるよねとか、そういうのがありましたね。で、物理特化っていうのはとてもありがたいんですが、アベンジリンなどを所持していますし、他の編成も揃っていると遊び感覚に近いです。結構編成面に関しては充実しているので、どこで使おうかなっていう感じになりますね。では僕個人的にはそんな感じのブートヒルになっていますが、ガチャをおすすめしたい人についても話していきたいと思います。また今回もチェック式でいきたいと思います。チェック項目としては、ブートヒル推しの人、アベンチリンやフーゲンといった耐久枠を持っている人、ルアンを所持しているまたは引く予定、メインの編成が2つ以下、メインアタッカーが2人以下、ホタルやジェイドを引かない予定の人となります。こちらをチェックして3つ以上ついているなら引いてもいいのかなと思いますね。で、ビュートヒルに関してはまず耐久枠の充実がとても大事です。やっぱ自身の火ダメアップって結構辛いですからね。なので本人を生かすにも耐久枠がいないと話にならないレベルとなりますので、ここに関しては必ずチェックをしてください。
なので上から順にキャラの所持状態に合わせてガチャを判断するようにしていくというかと思います。アベンチリも持ってないし、耐久枠ほとんどいなくて、ルアーも持ってないってなると、ちょっとブートヒル引くのは難しいかなと思いますね。また個人的になんですが、物理特化にしたとしても拡散攻撃がないため、エンドコンテンツはちょっと厳しいなという感じです。やっぱこれに関してはね、貫突しないと拡散攻撃ができないので、ちょっと難しいんですよね。どうしても単体特化というところが気になる部分となりますので、引く際にはその点に注意してください。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。